どうしようかなって考えてるところなんですけど。あのね、なんだっけ、アバターあるじゃないですか。そのアバターが全然可能性はあるんだけど、あのもしかしたらその記念配信にこうお盆の関係でなんか間に合わないかもらしくて、なのでもしかしたらそのレッスン上でやる時の配信で発表だけして、アバターが配られるのは後日みたいなになる可能性もあるっていうのをマネージャーさんにそう聞いたので、ちょっと残念なんですけど、でまだ全然お盆のなんか近い関係みたいな、なんかよくわかんないんですけど、全然その時に配布される可能性はあるんだけど、なんかなんだろう、なんか運営の方の関係、なんかよくわかんないんだけどの関係で、もしかしたらそう間に合わないかもみたいな感じで言われたので、そうもしかしたらそのレッスン上の時の配信で紹介だけして配られるのは後日になるかもしれないらしいです。そう私もね、なんか本当はなんていうの、アバターが並んでる配信したかったんだけど、もしかしたらできないかもしれないらしいです。そうそう、ね、なんで一応報告でも全然可能性はあるかもしれないので、まあ分かんないんですけど、もしかしたら間に合わないかもって言われました。でも配られるので、ちょっと配信には間に合わないかもだけど配られるので、そういろいろもうね都合が悪くて、ちょうどそう周辺がね、その配信の1周年だし、いろいろ都合が悪くて、なので待っていてくれたら嬉しいです。だいたいね、どうなんだろう。メロさんラムありがとうございます。のりっぺさんジュースありがとうございます。公式は普通数日前なんだね。記念配信の日に見れないとアバターもらえないのか。いや、どうなの、もう全然どうなんだろうね。5日前とかに発表した、あ、全然じゃあそうなの、ちょっと聞いてみよう、どうなんだろう、全然わかんないけど、でも数日前だよ、確かに。ご視聴感動ご視聴感動ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、本当はね、その配信の日にアバター配ってほしかったんだけど、無理な可能性もあるっていうのを言われました。明後日何しよう何しようか、なんかみんなリクエストなんかないですか。ないよね、なんかあるかな何やろう、考えとかないと考えときまーす。あ、うちわかん、ありがとうございます。
楽しみ見るのが。ありがとうございます。そう、14日のファヤドラ出演します。14日12、14ですね。12がいくのちゃん生誕だから、12、14で頑張ります。大人の事情がありましてね上さんも忙しいですね。お料理配信ね、確かに確かにあるね、ありあり。台風がなんか今回なんか乱暴ですね台風ちょっと今回元気すぎて。クロさんハートありがとうございます。363日ありがとうございます。363ありがとうございます。363、あと2日か。お料理配信ない、何作ろう、な何が作れる、私作れるものを作っても面白くないか、作れないものを作るのか、 何がいいですかね。チャーハンは作れるよ、私めっちゃ美味しいです、私のチャーハン。そう、何を作ろう、作るとしたらケーキね。ケーキね、ケーキを作るか。作りたいもの、ね、いいの作ってたね。オムライス、オムライス作れそうだよ、結構いけそうな自信がある。だって炒めて卵を乗っけるだけでいいから。クッキーね、どうしようかな、何が面白いかな。ゴーヤチャンプル、ゴーヤチャンプル、流しそうめん配信いいかも。そうめんを茹でて流しそうめんでくるくるって、機械あるからね。ちょっと考えときます、ママたちと。卵はもう何でもいいんですよあんなさ、こうちゃんとこういう形にしてさ、カレーパーマンみたいな、ちゃんと真ん中を切ってブワーみたいなしたいんだけど絶対できないからお好み焼きひっくり返し配信やばい、面白すぎ。ピザ窯でピザ焼く、線香花火配信、タコパ、なかなかどれだけ食べれるか配信、もう個性がやばいね。お菓子とかめめ配るからいいんじゃない、確かに。お菓子ね、バケツプリン、あれ作ったことないんだよね。わさびロシアンルーレット、色付き綿あめ、あ確かにかわいい。マシーンがねないんですよね、お家に。ラムネ早飲み、パンストは嫌、ちょっと勘弁、ちょっとやりましたんでね、ちゃんと社服で。
え、マハマロさんハートありがとうございます。安定のカラオケね。フジココ持ってんの？貸してもらおうかな。浴衣配信。食べたかき氷早食いしてくれるかな。一緒にパンストの時で前髪好きです。前髪ね、もうボサボサだったもん、パンストを外した後。辛いのはもう、あ、めっちゃ辛いのは無理です。キムチぐらいならいける。ダメなやの山に永遠の中ちゃんって言った前、プロファイルしにしてたよね、確か。私の記憶が正しければ。綿菓子のマシンいいよね、テンション上がるよね。へえ。あ、みなちゃん、そうだよ、ななかちゃんとしぶいちゃんだ。流しそうめん配信2回目だね、見た。いろいろあるね、ちょっと考えとこう。なんとか配信やりますね、じゃあ。なんとか配信。やったことないのやりたい。韓国料理ね、餃子作りましょう。種からね、ちゃんと。わんこそば。わんこそうめんならいけそう。わんこそうめん、映画のドキューさん、ペンライトありがとうございます。たこ焼き配信、たこパね。トッポギ100杯スイカタネタバシ配信、どこでする、玄関。ね、考えとかないとね。いっぱいこんな案が出たらちょっと迷いますよ。考えます。一番だけ会議しないと。そう、今は火曜日の話です。そう、でもね、8月8日で、ね、多分ね、あの夜できないんですよね。なんだっけ、卒業公演が相田さんもあるから。そうなんですよね。から、平日だけど、あの多分6時半からかな、卒業公演って。そうなので、平日なんですけど、もうあのやっぱり夕方しかできないかな。うん、3時はあれか、5時から1時間半とかしかできないの。そう、水曜公演にかぶるのはあれなので。6時半でした。じゃあ
5時からとかかな、ちょうどね見にくい時間なんだけど、ね、もうその時間しかできないので。朝ラジオ体操配信、昼なそう流しそうめん配信、夕方浴衣でカラオケ配信、やばい、もうあの配信の一日ですね。のりっぺさんハートありがとうございます。配信の一日、結構しんどかった、ね、台風かぶらないといいんですけどね、小田さんの卒業公演。昔めめちゃんがラジオ体操、ラジオ体操配信、これじゃ新愛者のご自身の評価はどう？前回よりはいいかなって思いました、うん、前回よりは。ラストセットね、あの4期生さんのおしどリングがどんな味なのか気になるあのいろいろ混ぜてるあれが気になります、ね、意外と美味しいってさ、小田さんが飲んでたからさ、ちょっと気になります。東京の新宿にわんこそばを体験できる回転、知ってる、 YouTuber が言ってたよ。私のたまたま流れてきてちょっと見た、ちょっと前に。知ってる、なんか知ってる、回転わんこそば、昨日飲んだ、どうでした？美味しかったかな？大阪の美味しい期間限定、期間限定チャーハン、ちょっと飲んでみたいですね、あのおしどリンク飲んでみたい。なんかまたおしどリンク考えたいな、考えるの楽しかった。次はちょっと炭酸なしにしたいな。なかなか独特な味、美味しかったびっくりした、美味しくなかった。ママッペ来たママッペが、よく帰宅が17時半になります。じゃあもう0時半、どうしようかな、時間がねちょうど合わないんだけど。コブラシュレンク美味しそうでしょ、見た目美味しいですよ、あのビタンさんなので。押しかき氷いいね、カチコチョキさんラブありがとうございます。炭酸なし、ミルク系はちょっとね、私スカッとしたのは飲みたいので、どういうのにしようかな、オレンジとか
マンゴーとかにしたいな次は。リチャキの見た目、見た目がリチャキね、リチャキどんなんだったっけ、みんなの飲み比べたい。初めて食べていただいて、始めます。じゃあ、運休なりそう。急に頭に流れてた。こういうバタフライ、8日はどうしようかな。全然どういうこと、朝配信です。朝配信しても誰も見れんくないですかね。でもあのなんだっけ、本当の記念配信はちゃんと別日でやるので、その日はちゃんと長くできるようになってると思うので、見れない方はぜひそこでお願いします。紅茶ベースいいね。じゃあ8日も、決まったら言います。日にちが、日にちがもうちょうど全部都合が悪い全部福岡にAKBカフェの支店があった時には梅箱はメニューに出てました。あ、AKB カフェね、ありましたね。なんだっけあそこ、博多にあったのかな。みかん丼、リジェキは大名天神か。リチャキはシナモンチョコ牛乳アイスティー、シナモンチョコ牛、シナモンチョコ牛乳アイスティー、もう美味しいんだろうね。あ、確かに9日改めてできたらね。ごめんなさい本当に。9日は多分何も、あれ9日はね何もないか。ミルクティーみたいな、確かにミルクティー、確かに。私次作るならどんなのにしようかな。あとね、オレンジジュースとマンゴーと、でもね、あのフルーツ系がいいんですよ。私自分的には今のやつめっちゃ気に入ってるんですよ。美味しくないですかあれあの炭酸すぎなくてめっちゃ好きなんですけど、もうちょっとシロップの量を増やしたら美味しいのかなって思った。薄いからね。ぜひあの皆さん採点お願いします。飲んでみて。
アップルマンゴー美味しい？本当？美味しかった？よかった、結構あれ変わらないらしいですね。うん、ずっと変わらないって言ってた。はじめもりちゅうさん、ハートありがとうございます。アクリルホルダーが出てからもう20杯近く飲んで、あれね、なかなかあランダムだから出にくいよね、狙ってるのが。今年の流行りは白桃らしい。白桃、私ピーチ入ってますよ、あの推しドリンク、ホワイトピーチ。普通のピーチもあったんだけど、ホワイトピーチにしました。こぶちゃんのおごりでシャインマスカットリアなんで私のおごりなんですか一粒ね。じゃあちょっとあの数量限定で。ね、大書店行きたいんですよ、めっちゃ興味ありますよ。だってもうツイッター見てたらもうめっちゃ流れてくるもん、行きました行きました。じゃあ行きたい、福岡にも来てほしいくらい、もうめっちゃ行きたいです。みんな有名な衣装をたくさんあげてて、卒業ドレスとかもね。ジョギちゃん、人間ドックで行けたら、人間ドックで行けたらバズドラ行きます。え、クロさん、愛のエンライトありがとうございます。福岡にあれ来ないだろうね。さくらさんのドレスありましたね、見た写真で。クロさん、レインボースターありがとうございます。絶対行く、私も。リーバーさん、マイクありがとうございます。1年まであと2日かな、2日です。あと早い早い早い。もうめっちゃすぐ1年って感じできるだけあの、ね、チケットを使いたくないので、いつか使わないといけない時のために取っておくでもね、10枚しかあの保存できないので、チケットいつかのために何があるか分かりませんから、いろんなことあって修学旅行とかもあるし、なんかもう何があるか分かんないので、できるだけ温存です、チケット。しこび楽しかったです。なんかめっちゃ髪の毛が長い友達がいたんですよ。その子が、まあ、長いっちゃ長いんだけど、もともとが長すぎてめっちゃ切ってたんです。こんぐらいぐらいでもまあ長いんですけど、そうめっちゃ不倫、ちょっとこん長いのに変わりはないんだけど、名前が長すぎて切ってめっちゃ雰囲気変わってた。そうでさ、校則が増えたみたいな言ってたじゃないですか。そうみんなね、もう髪の毛を早速やってましたね、女子は。ハーフアップにしてる子がめっちゃ多かったです。役旅行配信怒られる怒られる、携帯禁止だからね怒られる怒られる。
修学旅行は関西かな確か、なんかね何年か前に修学旅行は去年に修学旅行どこがいいですかみたいなアンケートがあって、関西と沖縄と九州だったんですけど、あの関西が多かったらしくて関西になりました。でもね、ユニバ行けるんだけど、あの2時間ぐらいしかないのよ、自由時間が。やばくない？何も乗れない。だから一番怖いのに乗りたいです。何が一番怖いのかよく分かんない。一番怖いジェットコースターに乗ってもう終わりでいいそう。でもね、あのそのいつもの4人で回りたいねっていう話してて、でもその中の1人がもう絶叫が無理なんですよ。でももうで他の3人は、私含めた3人はめっちゃ絶叫が大好きで、そうえ乗らないとか言って、でも2時間だからでもね1個乗れるくらいじゃないですか絶対。そうだから乗るよって言ってました。言ってますまだ乗りたくないって言ってるけど、前もね修学旅行でそう遊園地行ったんですよ、小学校の時。その時もその子と同じグループだったんだけど絶叫が無理でもう乗るよって連れて行きましためっちゃキャーって言ってた。面白かったですね。乗らせたいんですよ、面白いから、反応が面白いから乗らせたいんですね。長い子が切ってさ、めっちゃ可愛かったらさ切りたくなるしさ、可愛いってなる。2時間やばくない？もうちょっと欲しい。バックドロップが一番怖い？何が一番怖いのかな？もう行くよって言って前も遊園地でも乗させました。絶叫行ける子意外と少なくてね、私のクラスなんですけど、私のクラスでなんか修学旅行の話になって先生と絶叫行ける人みたいなんで手挙げて、なんか意外に少なかったんですよ行ける人が。みんな苦手なの、怖いのかな。私も昔ジェットコースターとかダメな人だったけど、最近っていうか気づいたらめっちゃ乗ってました。好きになってた。怖いけどね。半日欲しいよね、本当に。そう、映るんですよ、持って行っていいんですよ、携帯がない代わりに。だから映るんですよ、大量に、あの持っていきます大量に。1ミリも足りない、確かに。コッペ怖い、怖くない怖くない。だってさ乗らないともったいないじゃないですか。もしかしたらジェットコースター克服できるかもしれないし、楽しい。でもあのその4人は食べるのが本当に大好きなので、ただ食べるのがメインになりそうな気もする。ハリドリってよく聞く、ハリドリどうなの？ハリドリが一番怖いってなんか聞いたんですけど、どうなの？映るんですなら持って行っていいらしくて、そう去年の今3年生があの映るんですでいっぱい写真撮っててね、それを見たんですけどめっちゃエモかった。雰囲気が楽しいよね絶対。ユニバーとかも3年生ぐらいに行ったのかな、小学3年生4年生くらいに行った以来。わっ、後ろ向きバージョン、やば、それがいいな。私一番怖いの乗りたい。人多そうだけどね。なんかさ一回さニュースになったやつじゃないですか、なんか上で止まったみたいなジェットコースターが、あんなになったらやばくないね。怖いのがいいです。恐れのカジュアル買いたい。そう止まった、なんかさニュースで見たんですよ、なんか止まったみたいな。あんなん怖いよね。
楽しみ。怖いジェットコースターに乗りたい。今まで一番怖かったジェットコースターはね、あれ木島高原のジュピターだっけ、あれはめっちゃ怖かったですね。木材だからめっちゃ滑るんですよ。でもこうガンガンガンってなって痛い痛いんですよ、めっちゃ。ジュピターめっちゃ怖い。でもあれすごくない？木で作ってるってめっちゃすごいと思う。その時は先生が撮った写真を選んで買う。それは小学校そうでした。カメラマンさんが撮ってくれて、たくさんそれでいいやつを書いてもらうみたいな。結構止まるんだね。それに当たったらやばいちょっと当たってみたいけど、どんな感じなのかまた痛くないけどね。怖いよね。あれも木島高原パーク行ってみたい。楽しいですよ。ジュピターが一番怖かった。あとめっちゃ高いあれでこうやって乗ってブンブンみたいな、上に上がったり下に上がったりして急にバーンって落ちるやつも怖いですよ。うん、大分かな。木島高原は大分だっけ。はい、でもそうなのよ、ずっと。お、多いの。行きたい。富士急行きたい、富士急。行きたいよね、あそこ。お化け屋敷怖そうよ。お化け屋敷ちょっと苦手だから無理だ。しっかりと写真をこっそり買うやつ。そんな写真なかった、まず私。なんかね、聞いてください。なんか、同じグループのグループがあって、それでその遊園地内をこういろいろ回るんですよ、限られた時間で。それで同じグループのこう3人が撮られてる写真があって、その後ろにね、私がね私が水筒飲んでる写真がね、こうやってあったんですよあれめっちゃ面白かったんですよね。あの写真ちょっと買えばよかったなと思って、めっちゃ後悔。めっちゃね、水筒飲んでこうやってね、カメラ目線なんでこうやって、あれが面白いです。そう、買ってないんだけどあれが面白くて、休み時間に6年生の時の教室の廊下にね、こうカメラマンさんが撮ってくれた写真がこうずらって並んであって、で三者面談の時にお母さんたちと見て欲しいのを番号書いて出すっていうやつなんですけど、それでまあ休み時間見に行ったりできるんですよ、廊下にあるから。で見てて、友達が待ってこれ心じゃないみたいなで見たら水筒飲みながら同じグループの子3人が普通にこうやってやってる、後ろにこうやって一人だけ水筒飲んでる写真がありました。そう、ママはね、ママも見たんだけど気づいてない。めっちゃちっちゃい子はないけど、後ろに隠れてるから多分気づかない。めっちゃ面白かった。あれは自分面白かったんですよあれ本当に友達と休み時間めっちゃ爆笑したもん。へぇってあれマジで本当に面白かった。本当にベストショットです。水筒飲みながらこうやって、劇場で販売、ちょっと撮ってあるかな、誰か買ってないかな。でもその3人のさ子たちは買ってるかもしれないからね、自分が写ってるから。水筒飲んでる写真がありましたよ。めっちゃカメラ目線でした、こうやって。
借りてきて貼ってるかな。でもね結構ね3人は綺麗に写ってたの、後ろで背後に私がいるってだけで。マジやばい。この生写真とアピスパ交換なのでぜひチェックしてください。ツエルセットもあります。カメラ見てるね、自覚なかったんだよね多分。意識してない、意識してない。面白い。そういうのがありました。熊太郎さん一緒に読み、ありがとうございます。じゃあそろそろランキング読みたいと思います。13位から読みます。13位、シーチャンペさんありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位無邪ジュニアさんありがとうございます。10位キヨコノグロさんありがとうございます。9位カヤセカ特急さんありがとうございます。8位ハチミモリチュウさんありがとうございます。7位ムハマロさんありがとうございます。6位マヨさんありがとうございます。5位マゾウさんありがとうございます。4位アンドロメダイキさんありがとうございます。3位ブルーウィングさんありがとうございます。2位のリッペさんありがとうございます。1位クロさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、そういう、はい、じゃあありがとうございました。また明日配信で。またね、ありがとうございました。バイバーイ。